お久しぶりでございます。さあ久しぶりの A1 グランプリ参戦ということで、ただいまですね第11シーズンの私が4人目ということで第11シーズンの最終戦でございます。そしてですね状況の方がですね、約5000枚プラスを叩き出さないと、勝てないといったねまさに最終戦にふさわしいような、状況で迎えております。そんなわけでですね、本日お邪魔しておりますのが、大阪府にありますアローナンバヒップスさんですね。はい、ということで、もう5000枚を出さなきゃいけないという状況でもう機種がねある程度絞られる、ところなんですけれども、でねこちらのホールさん並び順での、入場ということで、まあそのさっきちょろっと見た感じだとまだ大丈夫そうな感じだったんですけど今撮ってる間に撮れなくなるという可能性がね十分あるのでもうどんどん巻いて終わらせようかなっていうところなんですけれども、まあ、いけたら、スロット魔法少女マドカマギカこの辺である程度まあ弾を作るもしくはそのままドカンと出しちゃう、っていう状況を作りつつ、ノーマルでさらに上乗せであったり、まあ、ダメなら凱旋でも一発狙うみたいな、まあ、そのどっちかになるのかなっていう感じがしております。実際入ってみないと、何が取れるかわからないんですけども、一応今日の戦略的にはそんな感じで立ち回っていこうと思っております。さて寝台の方を見つつ、あ、凱旋も何人かうろうろしてますね。偽やっぱ寝台から埋まってますね。何を考えたか窓まぎを打とうとしてますからね。角だな、もうよし迷ったら角。一応ね昨日ね前代マイナスだったんすよね。ちょっと見たらめっちゃへこんでますもんね。意外と散ったな。ちょっと凱旋見ていいっすか。つうかこれねゴッド5回ってことっすよね。おかしくないっすか。いややばいでしょこれ。一番上が2000枚ってこれ余裕で万枚出てる。だから50何回なんて当たんないでしょ。ああ。なんかすげえゴッド引いてない。ゴッド高確率状態じゃないこれ。窓まぎ時々凱旋ですね。決まった。はい、では早速実戦の方回収していきたいと思います。今回は私にしてはかなり珍しいスロット魔法少女マドカマギカで、参ろうかなと思っております。何気に、去年の収支の中で、だいぶ貢献してくれてた騎手ということで、セットしてあってなおかつこういうところで、ね、引っかかってくれればありがたいんですけど、そう電源をねオンオフしただけでこうリセット挙動のようなね、ことが起こったりするっていうのはちょっと憎い。昨日もねマイナスとはいえ500枚ぐらいのマイナスなんで、なんかグラフを見る感じだとそこまでその露骨に悪くはない。
私も食べたいな。やっぱりその低設定はもうほんと右右肩下がりっていうか、こうきっちりマイナスになっていく基本的には台なんで、なんかちょっとこう揉んでる感じのがあるっていうのは高設定の不発とかだとよくある、まあ、グラフの動き方ですけど、いかにこう落ちないようにグラフを刻んでいくかっていうのが低設定じゃない、その高設定の特徴なんでね。だそういう観点から見ると昨日別にその下げ幅みたいなのは小さいんですよね。もうチャンス目引いてなかったら今400のとこなんですよね、もし据え置きだとしたら。ここで当たっちゃったらチャンス目なのか据え置きの、400のところで引っかかったのかがちょっと分かんなくなる。めっちゃやる気あるよ。チャンス目だと思うんだけどな。チャンス目ってことにしとこう。私がすごい魔法師。やめるのはすぐやめられるんでね。当たれよ、その前に。277。投手9本。おっ、ああ惜しい。縛れ。嘘だろ。しまっとこうぜ、そこは。早いな、ちょっと早いんだよ。あ、編集前天国、次回天国なんでここラッシュ入れときたいでしょう。この状態だと4分の1ですね。ここでもいいよ、ここで。あ、頼む。オッケー、来たー、ありがとうございます。わけがわからないよ。いい、助かりました。よし、あとはちょっと10ゲーム、20ゲーム乗せとけば OK かな。くっそ、参った参った。本当もう
天国にいるんだったら早く当たれよな、せっかくラッシュ入れたんだから。危なかった、来るわ、マジで汚れるわ。あと20あれば足りてたのにね。なんてこったい。展開的には汚れが溜まってもいいような当たり方だけどね。1ゲーム目にレア役引いたよスイカか、まあ、チャンス目が良かったな。なんか島の状況的にはリセットがかかってるんじゃないかなっていう感じではあるんですけど、やっぱチャンス目レア役とその規定ゲーム数の据え置きでの可能性もあるというところで、ね、引っかかっちゃったんで、そこがちょっと不安すぎる。珍しいね。これは珍しい。これラッシュあんじゃない？ボーナス。98。これはダメだ。間違ってダメよな。また1ゲーム目長いだ。スイカか。スイカはいらないよ。ここじゃねえんだよな。もうけど400超えちゃったらちょっとリアルにこの台じゃもう厳しいんじゃないかっていうぐらいの状況になってくるんで、もういずれにしろ次の当たりの後ですね、天国にいるかどうかも含めてちょっと判断が求められる。600、800、どこまで行くかね。いやーやばい。
強者でしょう。よかった477。さあチャンス告知でいこう。広角すら生かす。ちょっと考えなきゃいけないかな。とりあえず天国に行ってるか見て。で、まあ抜けてたら抜けてたで、子役を確認しての、やめか続行か。まあちょっと今の状態だと弱いですね。ちょっと子役を見てみます。やめましょう。いいとこなし、いいとこなしなんで、ちょっと、この台はやめようと思います。お疲れ様でした。どうしようかな。ちょっと台を見に行きますか。今ですね、2台目大移動してきまして、ゴッドに来ました。で、なんでこの台にしたかというと、一応、まあ、初当たり今日2回引いてるんですよね。で、2回とも、早めの、まあ、500いってないですね。1回目もで、2回目に関しても200ぐらいで当たってるんで、初当たりがまあ軽め、なおかつ、一発目がおそらく天国で当たってそのまま、ループに引っかかって3連してるんではないかなと、いったね台だったので、これにしました。あとは位置的に角から2番目っていう、1台目の窓巻きもそうだったんですけど、2台目がちょっと強めの動きをしてて、で、ゴッド凱旋が2列あるんですけれども、反対側の列の角から2番目が出てたりっていう、一応なんかそういう気になる、位置的に角2が気になるっていうのもあってここです。はい、ここでダメならもう帰ります。まあ、本来であれば、まあ、良さそうなノーマルがあればそこに行くとか、まあ、ノーマルでちょっとこう取り戻す感じでね、立ち回りたいところではあるんですけれども、まあ、勝負なんでね、ちょっと攻めの立ち回りで。最悪あと1時間半ぐらい当たりなしありえますからね。全く天井のこと考えてなかったけど、天井なんて狙ってないからね、まあ、狙ってないというか意識してなかったんで。でも10万使って1万枚出せばプラス5000枚なわけでしょ。もうそういう勝負だよね。あれでしたっけ、あれそうでしたっけ嘘
いやちょっと待ってちょっと待ってあれそうでしたっけ。嘘だおや急にやる気を見せ始めてきた。よっしゃ、もう一度、やっと7。ブルブルブルってなった。そりゃそうだって話だまあまあまあ、天国行ってほしい。行かない。いやー、ようやく当たった。おっ、おっしゃー。ちなみにですよ、19ゲーム消化してて枚数5枚です。まあ、揃ったからよし、揃ったからいい。来たよ。これで取れたから大丈夫でしょう。最悪、頼む、マジ頼む。でかいもん。ほらやる気ある。7狙わせて。あー、ダメだ、弱い、揃わねえかなすげえありがたい、これはありがたい。でかいよ。よし。宿取ろう。もう一泊してこう今日。いかん。5発、まあ上出来、だいぶ上出来だと思う。
せらんねー。枚数もしょぼい。もう枚数はいい、しょうがない。これについてはノーコメントで。ここでゴッドを引く。苦笑い。やっぱね、一通りのこう AT 中一通りゴッドの当たり方っていうのを体験すると、どんな状態でもゴッドに期待できるようになるからね。遅れてもよし、ハテナでもよし、矢で第一停止フリーズっていうのが今までで一番震えたね。そういうのがあるからね。厳しい。1回もまともに300枚取れてない。おお、400枚、1セットで400枚出た。あと2発、赤7 2ゲーム連続っていうのもあったんで、まあそれは特殊抽選で1個上乗せ確定なんだね。次が一応ラスト。終わりかな。もう一発あればラッキー。おっしゃ、どっかで当たった赤七が偶然ループを持ってて、そのループの当選があればまだあるかもしれないっていうぐらい、もうちょっと状況的には厳しい。
ですよね。はい、8連が終わった後ですね、300ゲームぐらいまで今下皿があるだけ打ったんですけど、まあ、結構いい時間になってしまったのと、ちょっと状況的にね、厳しいかなと、いったところで残念ながら今回この辺でね、事前の方を終了したいと思います。はい、1769枚ということでね、連チャン終わりで即やめをしていたらほぼチャラぐらいだったのかなっていう感じだったんですけども、まあまあ、あのチャラじゃね負けなので、追った結果こうなってしまったと、はい、いった感じでございます。はい、ではちょっとね店内の様子を、見てまいりたいなと思います。まずですね、私が朝いた窓間際のあたりですけども、この辺も、あ、ここはきっちり出てる感じですね。右肩上がりに伸びてる台、あと寝台のあっちの方なんですけどね、偽物語も別積みが出てたりと、まあ、各機種に1台ないし2台ぐらいはね最低でも当たりっぽいやつがあるんじゃないかなっていうね感じはしますね。あ、サンダーも、あー、きっちり出てるな。まだそんなね稼働がついてないんで、花火も、まあ、前日前々日のね回数の月具合を見ると入ってるのは間違いないのかなっていう感じはしますね。北斗がすげえな。北斗はもう凱旋打ってる時から見えてましたけどね、すごいあ、友も結構ね稼働はいい感じ、別ゼミも出てるし、うん、ね、まあ、北斗はまあ安定して機種でいったら一番硬い機種なのかもしれないですね。あとまあちょっと凱旋に関してはちょっとやめられちゃってるんですけれども、まあ天井から出た台もあれば、ここね今ちょっとお客さん離れてるんであれなんですけども、グラフ見るとねいいんですよね。めちゃくちゃ初当たりが軽い感じで推移してるんで、まあとちょこちょこ凱旋の島に関しては、ゼウススタート、ゼウスステージに行ってる台なんかが結構見受けられたんで、まあ、天国に上がってる、しっかり天国まで行って当たってるような台が、あるのかなっていう感じですね。まあ、ジャグラーもやっぱ角にじゃないかな今日角にがね強いような感じが見受けられますね。さあ地下の方にもやってまいりましたけれども、地下の状況どうなんですかね。ちょっと私もいまいち状況を把握してないのでね、ダダダって見つつ良さそうな台があればっていう感じですけどもね。エヴァが、あ、エヴァ2箱持ってる台があるな。あ、ガールズ&パンツァーが結構別積みしている感じなのかな、ね、結構出てますね。74回結構ついてますね、回数でいうと。あとはここは飛放電、あ、飛放電も、飛放電ね高設定でもやっぱやれないと出なかったりっていうのがあるんですけどね。あ、ここ素晴らしい、がっちり3箱勝ち持ってますね。
あとは、あ、寝台強めなのかな。マジハロが3台続けて、3台連続で別攻めしてますね。まあ2階のフロアのね、偽物語もそうだったんですけど、思ってる以上に寝台なんか、あ、打てそうだなみたいな感じにはなってますね。そんな感じですかね。いや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 、長い戦いが終わったわけですけれども、まあ結果の方はこの辺なのかな、今の画面に出てると思うんですけれども、いやー惜しかった、いやー惜しかった、あんなに使うとは思わなかったですね。まあ機種が機種なんでね、そういう感じなんですけれども、最終的に凱旋に行って、まあ最後ねチャラぐらいまで行ったんですよチャラぐらいまでね、はい、ということで到底記録には及ばずということで、まあ、最終的にね1769枚は流したんですけれども、まあちょっと戻ってきたかなっていうぐらいです。はい、そのわけで、第11シーズンの方はですね、結果が、出揃ったわけですけれども、今日ねノーマルでね、その相手の枚数がどうこうとか気にしないのであれば、もうノーマルがこう結構ね台数もあったし、で良さそうな台なんかも当然あって、撮影じゃなきゃノーマル打ってたなみたいなところあるんですけどもね、まあなんかそのタイミングタイミングでねノーマルがまた打てる時があればノーマル攻めたいなといった感想をね今日持ちました。そんなわけで、今回はね残念ながら勝てませんでしたけれども、一応 A1 グランプリ、次シーズンまでですね撮影の方はもう決定しておるということで、次のシーズン誰が出るか、こうご期待といった感じでね、どういう展開が待っているのか、どんな機種を、皆さんが打つのかと、いったところもね楽しみにしつつで、まあ、アローさんのねどこの店舗さんでやるかもわからないんですけれども、もしお近くであったりね行けるところで開催がありましたら、ぜひ足を運んでいただければなと、思っております。そんなわけでね、今回この辺で失礼させていただきたいと思います。それではまたどこかでお会いしましょう。さようなら。